62式系戦車は、ソビエト連邦からの技術供与のもとで開発に、成功した59式戦車を踏まえて、59式をスケールダウンさせた、中国発の国産戦車である。山岳、水田、河川の多い地域での運用を目的に開発され、1989年までに1500両以上が生産され国内だけでなく、海外にも数多く輸出された。 1950年代、中国は59式戦車での戦車生産をもとに、本格的に自国での戦車開発をスタートさせた。技術的限界から59式戦車をベースにした、軽戦車の開発が企画され、1958年から設計が始まり、1963年から674工場にて生産が始まった。 上面から見た62式系戦車車体の基本設計は59式戦車を一回り小型化したものである。重量は15トン軽量化されており、装甲の厚さはベースとなった59式戦車よりはるかに薄くなっているが、エンジンには59式戦車の低馬力仕様の12,150リットルから3型12気筒水冷エンジンを搭載し、 出力重量比は大幅に向上しているため、59式に比して、機動性が高く、地盤の軟弱な場所や、傾斜の厳しい土地での運用性は高い。並走は、59式戦車に搭載された 100mm ライフル砲より、小型の62式54口径 85mm ライフル砲を採用した。口径が小型であるため、相談数も47発と多い。 最大射程は1200メートル。当初は単純な照準機のみ搭載されており、移動しながら砲撃する、更新感射撃能力はない。後に射撃統制装置や、暗視装置の追加装備で、原型に比べて、射撃能力ははるかに向上した。近射差の軍需パレードに登場したザイール軍の62式系戦車62式系戦車は主に、チベットや内モンゴルなどの山岳地域やカナンの、 低地など道路条件の悪い地域で重宝され、中国人民解放軍陸軍向けだけで約800両が配備された。積極的な輸出も行われ、北ベトナム、スーダン、ザイ,イール、バングラデシュ、アルバニア、北朝鮮、タンザニアと他方面に輸出された。中国では1979年の中越戦争で実戦投入されたが、装甲の薄さによる脆弱性を露呈した。 特に携帯下記である RPG による攻撃で数多くの車両が撃破された。これを教訓に翌1980年には装甲を中心に改良が施された62式改め軽戦車が開発された。2000年に 105mm 低反動砲の搭載やエラ装着など延命措置としての改良が行われ、その後も約500両近くが中国国内で使用されていた。 その後2011年には中国で完全に退役している。後継として97式不評戦闘車が開発され、04式不評戦闘車として正式化された。また、これとは別に、山岳地域での運用を念頭に置いた新型軽戦車が高原茂子の歌唱で試作され、15式軽戦車として2018年から中国で配備が開始されている。 WZ-131 から1採用国 ZTQ-15 ライトタンク MILITARY-TODAY.com2019 年12月2日閲覧新型軽戦車高原の猛虎第二次世界大戦機の延長モデルと入れ替えか型装甲型15式型広し勝首事業小国兵。進化通信車 二千十九年十二月二日閲覧。ABCDEFGHIC プリアームス。トラファースデータベースハットタチャード。ローラン。アーミーマリン。ルディフィシルインビンテア。ジュンルアフリック。https。www.joinyafreak.com。万百七十六パリティック。アーミーマリン。ルディフィシルインビンテア。ブリアンズ。レチャースレジャースシノワタイプ六十二 アブレイパールレセイブルズウクイプーラセントセイジメントダンデケイスンズデールアームマリンレッツフォーゲットザチャイニーズタイプ62ライトタンクススワロードバイザサンドーロッティングクワイエットリーインザモリアンアーミーバリックス a b CB デビットタイプ62ライトタンク tans-encyclopedia.com k 2020年3月15日閲覧 ありがとうございます。